飯能市役所インフォメーションをお送りします。5月27日、28日の2日間第15回飯能新緑 2day マーチが開催されました。今年も2万人を超える参加者でにぎわい、大変な盛り上がりを見せました。飯能新緑 2day マーチは、緑と清流に恵まれた美しい町飯能を市内外のたくさんの方々に知ってもらうため、平成15年にスタートしました。第1回大会から1万人以上の参加者があり、現在は2万人以上の参加者でにぎわう飯能市の一大イベントとなり、 2day マーチの大会では全国でトップクラスの規模になっています。第15回となる今回は、特別ゲストとして1日目の27日は吉本芸人の DJ 大の字、2日目の28日は歌手の朝倉美希さんを迎え、ステージイベントで参加者を盛り上げました。中央会場では埼玉県内や横浜中華街のグルメをたくさんの方にお楽しみいただきました。また来年も開催予定ですので、ぜひご参加ください。飯能市長選挙の投票日が決定しました。これからの飯能市を決める大切な選挙です。ぜひ投票にお出かけください。任期満了に伴う飯能市長選挙の投票日は7月9日日曜日です。告示期日は7月2日日曜日を予定しています。開票は7月9日日曜日21時10分から飯能第一小学校体育館で実施されます。立候補の届け出は7月2日日曜日の8時30分から17時まで受け付けます。届け出会場は市役所本庁舎5階第2委員会室です。各候補の政策等に関しては事前に配布される選挙公報をご覧ください。飯能市長選挙に関するお問い合わせは選挙管理委員会へお問い合わせください。6月23日から29日は男女共同参画週間です。平成29年度男女共同参画週間のキャッチフレーズは、男で丸、女で丸、共同作業で二重丸です。女性も男性も個性と能力を発揮し活躍できる環境を作りましょう。昨年10月に20歳以上の2000人の市民の皆さんを対象に男女共同参画に関する市民意識調査を実施しました。市民意識調査の結果の一部をご報告します。まず、男女の地位が平等であると感じるかどうかを社会全体、家庭、教育、職場などのシーン別で調査しました。社会全体の男女の地位は、男性が優遇されているが 16.1%、 どちらかというと男性が優遇されているが 54.5%、 男女平等であるが 15.4% と、7割以上の方が男性が優遇されていると感じていることが分かりました。また、生活の中でのシーン別で男女が平等だと感じる割合は、教育が 65%、 家庭が 38.1%、 法律が 32.6%、 社会活動が 32.1% と続き、職場が 23.5%、 慣習が 17.9%、 最も低かったのが政治の 15.3% でした。教育現場では多くの方が男女平等だと感じている反面、職場や政治の場ではほとんどの方が男女平等だと感じていないという結果となりました。男女共同参画社会を実現するために飯能市が力を入れるべきだと思うことに関しても調査をしました。結果は、保育・子育て支援の充実はポイントが高く、
男女ともに飯能市が力を入れるべきだと考えていることが分かり、核家族化、共働き世帯の増加、少子高齢化などが影響しているといえます。対して高齢者の介護・福祉サービスの充実、女性が働きやすい環境の整備については男女で10ポイント以上の開きがあり、高齢者の介護負担が女性に偏っている可能性や、女性にとっては働きやすい職場環境の整備が追いついていないということが考えられます。飯能市は誰もが個性と能力を十分に発揮できる町飯能をテーマに、男女共同参画社会の実現を目指しています。今回の結果を踏まえて、仕事、家庭、地域生活など多様な活動を自らの希望に沿った形で展開し、男女が共に夢や希望を実現できる街を目指して、さまざまな政策を展開していきます。一環として男女差別に関するご覧の相談窓口も設置しています。飯能市地域活動支援課では女性相談を実施しています。埼玉県では男性用の電話相談や男女共同参画推進センターでも窓口を設置しており、家庭内暴力やストーカー問題に関しては飯能警察で相談を受け付けています。また平成29年度第1回男女共同参画セミナーとして、図書館映画会、女たちの都、ワッゲンオッゲンの上映会も開催します。6月24日土曜日の13時30分から上映です。ぜひご来場ください。理想とする男女共同参画社会は、男女ともに協力して家事・育児・介護をする、議員の男女比率が同等になる、女性の社会進出が当たり前のこととなる、ワークライフバランスの取れた職場が増えるなどが挙げられます。また改善するべきだと考えているポイントは、男は仕事、女は家庭という性別による固定観念、地域の自治会長といえばほとんどが男性、女性は出産したら仕事を辞めざるを得ない環境、女性は性暴力の対象であるなどです。ぜひこの機会に男女共同参画社会について考えてみましょう。男女共同参画に関するお問い合わせは地域活動支援課へお願いします。夏休み直前、吉本お笑い祭り in 飯能2017を開催します。吉本の人気お笑い芸人たちが飯能市市民会館に集結します。ぜひ皆さんでお越しください。吉本お笑い祭り in 飯能は7月19日水曜日に飯能市市民会館大ホールで開催されます。時間は18時30分開場、19時開演です。チケットは全席指定で、前売り券が3500円、当日券は4000円です。4歳までの子どもは無料ですが、席が必要な場合はチケットが必要となります。チケットは飯能市市民会館、飯能市役所地域活動支援課で販売しているほか、チケット吉本、チケットピア、ローソンチケットでも販売中です。チケットに関するお問い合わせは飯能市市民会館、またはチケット吉本へお願いします。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。